明治開花暗号取物。坂口暗号。その後、万引き家族。杉子未亡人は、真は心の温かい人のようでもある。嫁入り道具というものを一切持たない咲子の着物のことに気を使ってくれて、 季節季節の着物を自分で見立てて作ってくれる。顔に親切を見せないし、優しい言葉をかけてくれることもほとんどないだけ、真の親切が身に染みるのだが、しかし、取り付く島もない。威厳があって、切りると見るからに利口らしくて、打ち解けることも、 甘えることもできないのである。その未亡人に万引きという病癖があると知って、咲子はあっけに取られた。病気というものは奇妙なものだ。実に厳然として威風備わり、見るからに利口そのものの大家の奥様が、 万引きをするとは意外なことだ。買う金は腐るほどあり余っている大富豪なのである。おまけに金庫の鍵は未亡人の手中にあって、自分で使う分には誰に気金もいらないという結構なご身分なのである。五服物は三井、貴金属は何や 小間物は何やというように、お買い付けの店は決まっている。当コンのように、店に商品が並んでいるわけではなくて、一つ一つ奥の土蔵から、店のお客様の前まで品物を運んできて広げてみせる。その品物の中から、お買い上げのものの他に不足したものがあれば、 万引きの犯人はお買い上げの当人に決まっているし、見ず知らずの人ではなくて、顔の知れたお得意様なら、犯人の名は一目瞭然というわけだ。しかし、焦点は慣れているから、何食わぬ顔。毎度ありがとうございますと繰り返しておいて、月末のつけの中へ、お買い上げ品として、 万引きの品物も書き込んでおく。ちゃんと払ってくださるのだから、万引きにはそういないが、ますますありがたいお得意様でもある。処方の焦点は、浅虫家の未亡人ご来店とあれば、たくさん品々を前に並べ、存分に万引きしていただくことになっている。 ところが病壁というものは遺伝するから恐ろしい。さき子の夫の正さしには姉にあたる菊子が、やっぱり万引きしてくるのである。菊子は二十五にもなって、まだ独身者という代わりだね。非常に美人ではあるが、我が強く、陰気で無口で、 てんで男など眼中にないらしい様子である。立ち居振る舞いが荒々しく投げやりで奔放だ。そういう変わり者であるから、万引きの手口が合法を極めていて、人力とは思えないほどごっそり持ってくる。コートの裏に、 何十本という鍵のついた紐がぶら下がっていて、ここへ単物を何十単もぶら下げてくるような、妙に芸の細かい技巧派のところもあるのである。母の血を受けて利口なことは確かであるから、粗雑本邦のようでも、無口で陰気で考え込んでいるような方針状態の時、 実は万引きの手口について新発明を凝らしているのかもしれない。母に比べて大胆不敵、無茶ぶり堂々たる万引き常習者であった。彼女らにとっては、買うことと万引きとは結局同じことに過ぎないのに、そこは病人のことで、 万引きはまた特別戦利品というような快感があるらしい。品ゆえの万引きと違って、金持ちの万引きは完全な病壁なのだから、その買い身はまた特別にそういない。だから買ってきた品物はちゃんと今のタンスにしまうけれども、 戦利品は土蔵の中へ密かに隠して貯蔵して、その戦利品の山を日夜覗きに行って満足しているのだ。だから彼女らは土蔵の中へは誰も入れない。土蔵はこの家の一番奥の主人夫妻の居間。今では未亡人一人の居間であるが、 そこに接している上に、鍵は未亡人の手中にあるから、未亡人の目を盗んで土蔵に入ることは誰もできない。ただ、娘のキクコだけは母の居間に出入り自由で、同時に土蔵の中へも自由に出入りできるらしい。二人は特に仲が良いのである。 共通せる病人のせいかもしれない。大金持ちの土蔵であるから、実に壮大有根な大土蔵で、花川戸の倉吉という土蔵作りの名人が九年かかって仕上げたという、国宝的な土蔵であった。 その大土像のどこにどんな風に戦利品が陳列してあるのか、誰も見ることができないが、気品あくまで高き未亡人と、奔放にして美しき娘とが、時々そこへ忍びたたずんで戦利品に見入られている姿を想像すると、さき子は、恐ろしくもあるが、 すごいような美しさを感じないこともなかった。しかし変わった家族である。何から何まで変わっている。食事にしても、未亡人と聞く子は未亡人の居間で差し向かいで食べる。吹き矢という子女がお二人の係の女中である。 まさしとさきこは二人の居間で食事する。これにはタケヤという子女が係りの女中だ。まさしの弟のかずやという大学生は自分の居間で一人で食べる。これには花屋という子女が係りである。まるでめいめい旅館にいるようなものである。 ちゃんと劣気とした大食堂があるのに、ほとんど使うことがない。しかし最もな理由もある。家族の帰居がそれぞれ時間が違っていて、一堂に会して食事をするわけにはいかないのだ。未亡人のお目覚めが最も遅くて九時頃。で、 未亡人が洗顔して朝のお化粧を終わった頃、咲子はその居間の外の廊下に座って、お母様、おはようございます。お姉様、おはようございます。と挨拶する。一日にその時だけしか顔を合わせないような日も多い。用があると女中が呼びに来るが、 また未亡人が自分で咲子のところへ来ることもある。く子はそんなことはほとんどない。しかし、二人とも悪い人ではない。風来坊の咲子を憎んだり蔑んだりしていることはないのである。咲子はそれをありがたくは思うが、どうも打ち解けられない。 母姉という肉親感は持つことができなかった。まさしとさきこは恋愛結婚であった。明治には珍しい話で、おまけにさきこは小さな牛肉屋の娘である。女中が手不足で自分で客に給仕するような小さな店だ。 まだ当時大学生のマサシと何も知らずに恋仲になり、あんまり飛び離れた大富豪の子供と分かって、これではとても結婚はできないと思った。マサシの親や親類が許してくれるはずがないからである。当時としては完全にありうべからざる事情だからだ。 ところが、案外にも、まさしの母は反対しなかった。そしてまさしの卒業と同時に、二人は結婚した。時にまさしは二十二、さきこは十八。さきこは浅虫家の若奥様となったが、それは去年のこと。 丸一年経った近頃になって、咲子は初めて浅虫家の秘密が分かった。墨子未亡人が咲子の結婚に反対しなかったも通り、浅虫家は両家と縁組できかねるような陰惨な血があったのである。万引きぐらいは、まだしも、 呪われた血の中では軽い方の口であった。さき子はカズヤという弟の大学生が嫌いであった。カズヤは秀才であった。利口な母と姉に比べて、この秀才の弟が生まれたことは自然であるが、マサシだけは不思議に出来が悪い。 世間から見れば馬鹿というほどではないのであるが、この家族の中では馬鹿が目立つ。カズヤは兄を馬鹿扱いである。そこでその嫁の咲子も馬鹿扱いだ。いつも皮肉な薄笑いで、にやりじろりと見てそっぽを向く。それは言葉で皮肉られるよりも、 むしろ腹の立つ仕打ちであった。その和也が、話の弾みで、実にこともなく自分の家の呪われた血を暴露したものだ。まるで自分には関係がないように。未亡人の亡き夫、浅虫権六は、病死となっているけれども、 実は自殺したのであった。その自殺もただの自殺ではなかった。彼は自分が雷病であることを知った。雷の兆候が現れたのを密かに気づいたのである。彼はいろいろ雷について調べた挙句。 自分がまさしくその病人の一人であることを確信せざるを得なかったのである。ついに彼は発狂して自殺した。しかもその自殺の悲惨なること。彼は自ら刃物を振るって、自分の雷の兆候の部分の肉をえぐり、皮を剥いだ。 自らの額の皮までそぎ落としたのである。そして腹を一文字に裂いて自殺した。咲子は和也の話をにわかに信用するわけにいかなかった。とはいえ、夫に聞いてみるのも恐ろしい。なぜなら、なんとなく思い当たる節があるのだ。 この家へ家族のようにしげしげと出入りするたった一人の人物がある。その下下や威張り返っている様子。人々がなんとなくその人物を煙がりながら丁重にする様子から、睨みの効く親類の親玉と思っていたら、正さが病気の時、カバンをぶら下げ医者になって診察に来た。 彼は花田委員の委員長であった。決して親類ではないのである。花田が来ると、彼は未亡人の居間で酒を飲み、赤い顔をして帰る例であった。未亡人はゆすられているらしい。さきこは和也の話で謎が氷解した思いであった。 亡き父ゴンロクの雷病発狂自殺という事実を知っているのは花田だけなのだ。そして彼が病死という偽診断書を書いたのである。咲子はそこに思い当たった。正サは次男であった。菊子の上に広ロという 今年二十七になる長男がいるのである。ところが彼は日本にはいない。父が死んで間もなく百日も過ぎないうちに外国へ行った。そして五年になるが、まだ帰ってこない。そればかりでなく、向こうの女と結婚して、 もう帰国する意思がないらしいという話なのである。未亡人も菊子も、兄は死んだものと、すでに諦めきっているようであった。全くこの家族たちの感情の上では、兄はもういないもの、帰らぬもの、死んだものと決まっている様子である。 さきこは生きている兄がいると知ったときに、信じられないような気持ちであった。その謎もどうやら解けるではないか。さきこは思い知った。ひろしは生きて日本には帰ることができないわけがあるのだ。彼はすでに来に侵されているからであると。 もう一人、毎月月末に一度だけ決まって訪ねてくる怪しい人物がいた。野草通作という中年の男である。高価な着物を着流しに、いかにも結構な楽隠居という様子であるが、いかにも人品が下スである。女中の竹谷に聞いてみた。 彼女の話によると、野草通作は、お茶にも菓子にも手をつけたことがない。包んでもらった菓子は、帰るとき、はいよと言って見送りの女中に投げてあり、毒があっても知らねえよと言い捨てて帰るのだという。竹谷はいかにも顔をしかめて、あの男は、 いやらしい好かない人物だという表現をするのであるが、その素性については知らない。ここの女中はみんな小女ばかりで、古い女中は一人もいなかった。女中たちは、花田医師は未亡人の丈婦で、野草通作は 情景広氏が陽光前に孕ませた女の父だと思っている様子であった。毎月一度月末に感情取りのような正確さで来るのでそう思うのだろう。広氏には確かに恋人がいたのである。広氏は別れがたいその恋人すらも振り捨てて、故国を離れたのだという。 その悲しい話は、まさしが時々咲子に語ることであった。咲子はまさしに聞いた。野草さんって、どういう方こう聞かれて、まさしはいまいましげに顔を背けたが、あいつは以前うちの下男をしていた奴さ。何かボロ儲けして成り上がったらしい。 あんな奴には挨拶にも及ばないぜ。と答えた。今にして咲子は思い当たるのだ。野草も亡き父の来病発狂自殺を知る人物なのであると。医師一人で始末のつく事件ではなかったはずだ。誰かしら召使いの中にもそれを知り、 その後始末に立ち働いた人物がいるのは当然であろう。野草も揺すっているのである。毎月必ず月末に来ることでもそれを知ることができる。当時雷病は伝染病ではなくて血筋であると思われていたから、さっきこの思いは、当然夫も雷病の筋を引き、 自分に生まれてくる子供も雷病の血を引くものと信ぜざるを得なかった。咲子は自分の人生が暗い幕で行く手を立ちふさがれたような絶望を思い知った。この運命から逃れる術はないであろうか。彼女はすでに妊娠していたのである。まだ夫もその妊娠には気がつかない。 彼女がその妊娠を一人気がついたとき、その喜びを死の宣告に変えるための悪魔からの伝言のように、カズヤが呪われた血の秘密を語り明かしたのであった。彼女の体内に宿った者の中には悪魔が住んでいるのだ。その体児をおろし、 呪われた浅虫家から逃げ出すべきであろうか。彼女は夫を愛していた。しかし、それよりも呪われた血が恐ろしかったのである。自分を下船の生まれの者と見て、呪われた血の一員に平然引き込んだ、未亡人も菊子も憎らしい。また夫すらも、 その悪巻の一人ではないか。両家との縁組は不都合でも、下船のものならよかろうという魂胆には変わりがないではないか。咲子はにわかに思い乱れて怒りに狂った。彼女は正サを質問した。あなたが牛肉屋の娘を妻に選んだのは、こんな下船のものなら、 来病人の妻になっても苦情は出まいという腹ですね。私はもうこんな意見にはおりません。マ氏は薄のろではあるが、金持ちの子供らしく、ちゃっかりとずるいところ、抜け目のないところを失ってはいない。いずれこうなることを覚悟はしていたらしく、普段に似ず冷静に応じた。 俺が雷病患者の子供だということを隠していたのは、すまないと思っている。しかし、好きな娘に向かって、実は俺の父は雷病になって狂って死んだと言えるわけがないじゃないか。決して悪意があって隠していたわけではない。俺だって、父が雷病を苦にして狂って自殺した時には寝耳に見ず、その呪われた運命に呆然としたものだ。 父が死ぬまでそうとは知らなかった。父だってそれまでそうとは知らなかったのだろう。知らなかったからこそ発病してにわかに気が狂うほど驚き逆上したのだろうよ。どうか我々の悲痛な気持ちを察して勘弁してもらいたい。こう打ちしおれて詫びられると、咲子も愛情のない夫ではない。 しばしは返す言葉もない。思わずほっとため息が漏れてしまう。雷病って顔も手足も崩れるそうじゃありませんか。そんな話をしてくれるな。今に我が身もそうなるかと思えば、毎日鏡を見るのも恐ろしいばかりだよ。はじめはおでこや眉のあたりがてらてら光って、コブのように硬くなるということだ。 父の死んだ時は、俺はまだ十八という若い時で、雷病などは何も知らないから、父のどこに異常が現れたのか気がつかなかったが、毎朝鏡を見る時の、俺のおののく切なさ苦しさを察してもらいたい。それにつけても、兄様は正直、潔白な人格者ですよ。離れ難い愛人の方と別れて、外国へお去りになったではありませんか。 こんな立派な兄様がいらっしゃるから、あなたの卑怯さがなおさら腹立たしいのです。いや、この兄は、あまり神経過敏すぎる。別に雷の兆候が現れたわけではないのに、居ても立ってもいられぬらしく、外国へ逃げてしまった。外国に雷を治す名医がいるならとにかく、そうまで慌てるのも、甚だしすぎるというものだ。おまけに、外国へ逃げて結婚したというではないか。 外国人なら騙しても構わないというのかね。人格者というわけにもいかないではないか。本当に結婚なさったの手紙でそう知らせてきたということだ。もう日本には帰らないと言っているそうだ。外国から帰ってきた人の話でも、曖昧女と結婚して酒を浴びて身を持ち崩しているということだ。それにしても、 来病だの自殺だのということがよく秘密に保てたものですね。さあ、それだ。それがこの家の癌というものだ。来病と知って、召使いの者は暇をとる。一人去り、二人去り、一週間目には一人も召使いがいなくなったよ。中には、来病と知った当日逃げ出した弱虫の慌て者もいたほどだよ。大化にもかかわらず、 大勢の召使いが一人残らずそう古くない理由が頷けるのである。事件の起こった時、未亡人の凛々しい態度と処置は水際だっていたそうだ。生地召使いに隠し立ててはいけないと思い、一同に来病自殺を打ち明けて、合病の家に奉公もつらいであろうから、 自由に暇を取るように。ただ葬式まではいてほしい。またこの事実を人に他言しないように。父母、兄弟、夫、妻にも他言だけは慎んでくれと多額の金を与えたという。その策が功を奏して、召使いは暇を取ったが、その口から秘密が漏れなかったという。 肉をえぐり、皮を剥ぎ、顔の皮までそぎ落としているから、改装者に死体を見せるわけにいかない。それでおつやには苦労した。すぐ白木の棺に収め、花田医師は特殊な病状を改装者に語り聞かせてごまかさなければならなかった。 かほどの大事件にどう失うことがなく振る舞ったという女上部の未亡人が、万引きせずにいられない妙な病気があるというから、皮肉でもあるし痛ましい。咲子は未亡人の真事を思いやった。彼女こそは、家族全員の中で、咲子と立場を同じくするものなのだ。 彼女もまた呪われた家とは知らずに貸してきた人である。彼女は知らずにコラを生んだが、そのコラにも呪われた血が宿っていると知って、その悲しさ驚きはいかほどであったであろう。それを思えば、未亡人がそれとなく咲子をいたわる気持ちが、その表現がさりげないだけ、 深い同情がこもっているような気がしないでもなかった。そして今もなお気品高く臨前たる未亡人の姿を見、その裏にこの悲しさが秘められていると思えば、さきこも我が身を顧り見、自分もこの運命に辛抱し、悲しさに耐えるべきではないかという考えにもなるのであった。 この家を出て天になろう。そんなことをとつおいつ考えながら、一日は二日になり、三日になり、妊娠の知れないうちに胎児を下ろしてと思い焦るうちに、未亡人の目に妊娠を見破られてしまった。胎児を下ろして天寺へ駆け込むことも、もはや不可能となったのである。 身分違いの嫁と思えば肩身も狭かったが、こうなってみると気が強い。と言って、臨前たる未亡人の気品には勝てないし、ひどく虚無的な菊子にも圧倒されざるを得ないが、弟の和也の皮肉だけはもう怖くはない。むしろこうなると、家族の中で一番気の置けない相手であった。 カズヤが書生に似合わない薄来の写真機をいじくり始めたから。カズヤさんも万引きやるんじゃないのあなた方には怪しからぬ血が色々とこんがらがって流れているのだから。ふっ、その代わり天才の血が流れているのさ。もっとも君の旦那様だけ天才の血が外れているらしいぜ。このうちに馬鹿の血だけはないはずだが、どうも奇妙だ。 すると、雷病の血も万引きの血も外れているかもしれねえな。そう思って我慢するがいいぜ。雷病一回ご降臨遊ばしたからって、牛肉屋の娘がにわかに気が強くなるのは考えものだな。あなたの何が天才なのさ。ちょっとした学問を鼻にかけるのは見苦しいわよ。はは、愚か者にはわからねえのさ。ま、写真を写してやるから、 せいぜい良い顔を工夫するがいいね。和也はにわかに写真に凝って、女中から来客までやたらに写し回る。昔の機械だから、大層大きな箱で黒幕をかぶってやる。現像も自分でやらなければならない。はじめは不出来であったが、 どうやら上手くなってきた。彼は猛然な凝り性で、昼夜を分かたず写真にかかりきっているようであった。浅虫家はもともと地方の旧家で大金持ちであった。先長部近い電授を持っている上に、山林や 海抜二千メートルほどの山岳までいくつとなく所有している。その山林から銀が出たり、十年ぐらい前から大して苦労もしないのに石油が出て、善とますます有望。いながらにして、ますます大金が転がり込むことはく白々。全くお金などというものは、この家にとっては、 湯水と変わりなく、ただで出てくるものなのである。これより石油の大会社を作り、大発掘しようというので、薄のろの正さは多忙である。ところがよくしたもので、薄のろながら、会社管理については、彼は決して薄のろではない。もっとも、 杉み未み人という再演が背後に控えて再配を振るい、一つ一つ指令を発している。まさしに自ら発明する際がなく、古才を働かそうとする野心がないだけ、かえって危なげがない。二十三の若干ながら、十分に社長の重責を果たしている。 咲子の知り添めた書生の頃とは打って変わって、日に日に貫禄がついてくるから、咲子も案外な思い、改めて頼もしくも愛しくもなる思いであった。結婚したての頃と違って、マサシを訪ねてくる人は、立派な大紳士大真章という、 見るからに威風堂々たる人々で、正はそれらの人々と何の引け目もなく談義している。若造だけに花肌引き立って、大紳士にも増して立派に見える。咲子もいつまでも牛肉屋の娘の気持ちではいられない。正と同じ速力で、 奥様の貫禄を作らなければならないが、追いつきがたいほどであった。ある昼下がりのことである。花田医師がふらりと咲子の部屋へやってきた。何の遠慮もなくぬっと大きな顔を表して。やあ、若奥さん。あなたのところへご機嫌伺いは今日が初めて。 お幸会来ご無沙汰していたが、うん。こうしてご対面、しみじみがんすると、さすがにマサシ君は目が高い。ひなには稀な美顔ですないつだったかマサシ君の診察をしてあげたときは、あなたはまだ山が育ちの風情であったが、今ではすでに立派な浅虫家の若奥様。いやお見事お見事。天聖理髪の佐賀がなくては、 こうは変わるものではない。当家の客人たる奴がれも一安心。また敬福もいたした。あっぱれあっぱれ。と大層浮かれてお世辞がよい。そのはずである。彼は手にウイスキーの瓶をぶら下げ、また片手にはカップを持っている。 本日はあいにく未亡人も菊子も外出しているので咲子を魚に一杯傾ける魂胆であるすでに滅酔いの機嫌であった女中というものは口さがないからすでにご存知であろうがかの母と娘なる深層の二女が外出遊ばすとお帰りの土産が多くてねえ。 しかし、未亡人は常にあなたの復職について意を用いておられる。意のあるところは十分に感謝しなければなりませんぞ。どっちが口差がないかわかりゃしない。昼のうちからお酒を召し上がって、急病人ができたときにどうなさいますの何医者は東京にわし一人ではあるまいて。第一、 わしは漢方に洋楽のさじ加減をちょっと加味したような雑種なのさわしのせがれが3年前に医学校を卒業して今ではわしよりもさじ加減がよい特に夫人には親切を尽くすそうだからあなたも見てもらいなさいそういえばあなたも妊娠のよし承ったが当家の初孫まことにおめでたい 咲子はからかわれていると思った。あまりにも皮肉、残酷なからかいというものだ。咲子は涙ぐんだ。先生は、呪われて生まれる子供を不憫と思わないのですかこう演じて質問すると、まさかそれを知るまいと思っていたらしく、花田はさすがにびっくり仰天 水岸をパチクリさせて、しばし酒臭い大行きを夫ふ婦うふうついている。<laughs> まさしくんも近頃は見違えるような若社長ぶり、見上げたものだと思っていたが、持って生まれた馬鹿の少年は仕方がない。余計なことを言わなければよいものを、無益に人を嘆かせるばかりのものを。い,いえ。 私がそれを知りましたのは主人からではありません。カズヤさんがまるでよそのうちの話のように皮肉たっぷり語ってお聞かせだったのです。うん、あのカズヤが、そうだったか。花田は不機嫌千万な面持ちだった。あの古財子には困ったものさ。同じ兄弟にも色々あるものだ。 キョロキョロと気を回してばかりおる。花田は和也を好まぬらしく、露骨に不快を隠さなかった。な、あ朝む家の若奥様よ。不快なことはすべて忘れてしまうがよい。忘れるが第一。忘れてしまえば、誰の血も呪われてはいないのだ。雷病の血も、 万引きの血も忘れてしまえば誰の中にも流れてはいないものだで。くよくよするのが何よりよろしくない。つまらぬことが世間に漏れては一大事。みんな忘れて暮らしなされ。花田は咲子を慰めてくれた。彼は無遠慮で礼儀知らず。 我が家よりもわがままのし放題に振る舞っているが、こうして話をしてみると、真は悪心のある人のようではなかった。翌日、咲子は未亡人の部屋へ呼ばれた。あたりに人の気配のないのを確かめた上で、未亡人は咲子をじっと見つめて、 あなたは本当にお気の毒です。あの和也が余計なことを言ってくれなければ、あなたも幸せに過ごせたものを。今となっては仕方がありません。今まで隠していたことはお詫びいたさねばなりません。改めて私からお願いいたしますが、今まで通りここを我が家として、正サの面倒を見ていただき、生まれる子供を育てていただきたいのです。 あなたは理髪で落ち着いた方。マサシにはもったいない嫁子です。私は拾い物をしたように安心していたのです。あなたならば、私が当家で果たした役割を代わって果たしてくださることができるでしょう。くれぐれもお頼みいたしますよ。と手を取らんばかりに頼まれた。未亡人も今は秘密なくほっと安心。 すっかり打ち解けたらしく。今度、菊子が、花田さんのご子息と結婚することになりましたよ。生涯当家の厄介者、売れ残りかと思っていましたが、これで私も肩の荷が一つおりました。一安心です。花婿は二十五。菊子と同い年ですが、七勝サの腕達者で、若年ながら、 とても評判の良い若先生なのですよ。未亡人はよほど嬉しいらしく、その話になると飛び立つようにウキウキした話しぶりであった。菊子の婚約はすぐ渦中に知れ渡った。女中まで一様に嬉しそうな中に、一人は,なはだ不機嫌なのは和也であった。 花田が和也に対してそうであるように、和也も花田に対して悪感情を抱いているらしい。彼は姉を悪魔にさらわれ、その生贄に供されたように、内心闇がたい怒りに燃えているようであった。それまで結婚を眼中にしなかった菊子であるから、 縁談が決まると忙しい。年頃の娘なら当然それを前提として心がけているような嫁入り自宅がほとんどできていないからだ。さあ嫁入り自宅の買い物が忙しくなると万引きの方も忙しくなる。裏表両方合わせて三人前ぐらいの嫁入り自宅が たちまち出来上がろうというもの。そうでしょう。母と娘と両方の稼ぎがダブるのだから、裏道のお買い上げ品の方が集まりも早いし上物も多い。奥の部屋部屋にタンスが並び、着物が収まるにつれて、土蔵の中にはより上等の嫁入り衣装を貴金属が ひそかに勢ぞろいを整えているのであった。菊子の嫁入りの日も近づいてきた。菊子の顔は晴れ晴れとしている。今までとは人が変わったように、女らしさが急速に目覚ましく生まれ育って、にわかに万人の目を打ち、心を引きつける、ういしい色気が溢れ立っているのであった。 咲子も思わずその美しさに引き込まれてうっとりと嬉しい気持ちになる。けれどもその血のことを考えると、どうにも切なくかわいそうでたまらない気持ちになるのであった。そしてただ一人、浮き立つ人々に背を向け、楽しげな姉に、 皮肉な視線をじっと注いでいるカズヤの心が頷けもするのである。あの血を追て、嬉しい嫁入りとは、恐ろしく暗くもなろうではないか。あの血を承知で聞く子をもらう花田医師の心が消せなかった。あるいは神のように広く大きな愛の持ち主なのだろうか。 あの粗暴な礼儀知らずにもかかわらず、あるいはまた、和也が疑っているように、悪魔の心の人であるなら、花田は何を企み、何を狙って菊子を嫁にもらうのであろうか。考えてみると、あまりに不思議で、あまりに陰惨で、人の世の常識にかけ離れすぎている。 まるでわけがわからなかった。ただ何か悪いことが起こらぬようにと、咲子は小さな胸を痛めていたのである。彼女の体内でも子供は育って、これも次第に生まれる日が近づいていた。あと十日ほどで結婚式という、 朝虫家にとっては慌ただしい一日のことであった白金の朝虫家の庭は下から五十尺余りという高い崖になっているのであるその崖下に住んでいる人家に働いている人の目の前に二人の男が上からもつれるように落ちてきた一緒に崩れたらしく 三つ四つ、崖の石が人間と一塊に落ちてきた。下の家では、今庭不審でたくさん庭石を寄せ集めた上へ落ちたからたまらない。人々が直ちに駆けつけた時、すでに虫の息。医者を呼ぶ暇もなく死んでしまった。一万四坪の大邸宅。 下からぐるっと回って浅虫家へ知らせるまでが大層な道のり。浅虫家の人が知らせによって駆けつけてみると、死んでいるのは花田医師と野草通作であった。花田は昼から酔っていた。そこへ野草が来た。花田は飲んでいるが、 野草はお茶にも菓子にも手を触れないという用心堅固な人物妙な具合なところへちょうど家にいて写真機をいじくっていた和也が珍客到来と二人を庭へ引き出して撮影を始めた広い芝生で写しているうちに酔った花田が何か言ったことから野草と口論を始めた 和也は撮影が済んだので口論している二人を庭へ残してさっさと室内へ戻ってしまった二人は崖の上へ来て葬論の挙句足を踏み滑らして崖下へ落ちたものらしい喧嘩して落ちて両方死んだのだから仕方がないところが妙なことに 花田の方には変わったことは何もないが、野草の住所がわからない。浅虫家では誰も彼の住所を知るものがなかった。未亡人に聞いてみると、彼は住所を誰にも言わなかったし、聞き忘れてもいたというのである。野草の懐からは、 手の切れるような十円札の百枚束、千円という大金の複写包みが出てきたが、立派な和紙で包まれていて、小銭入れと別になっているのを見ると、人にやる金か、人からもらった金か、特別な金であるらしく思われる。諸葛の警察ではちょっと臭くも思ったが、 喧嘩両成敗で二人ともに死んだ以上は文句はないただ野草の死体の引き取り人が現れるのを待っていた新聞の記事を見て野草の女房が引き取りに来た水商売上がりのまだ三十に二つ三つ間がありそうな若いちょっとした美人大層を着飾って 威張った女だ。変だね。俺は殺されるかもしれないと、この人は口癖のように言ってたんですよ。誰に殺されると言っていたのだね。さあ、誰だか知りませんが、医者の奴が嫌がるから危なくってお茶も飲めやしねえなんて言ってたんです。それなら話が合っている。その医者と組打ちして崖から落ちて死んだのだ。 医者も死んだのだから諦めなさいそうですかと女房は死体を引き取って退去したところがその翌日この女房を囲んで一人のおばあさんと年の頃二十二歳の稲瀬なあんちゃんが警察へ乗り込んできたこのおばあさんが野草の戦災で稲瀬なあんちゃんは野草の長男であった 野草が浅虫家の下男の時は邸内の小住宅に婆さんも長男も一緒に住んでいた先代が急死すると野草は浅虫家から暇をもらい妻子を離別して行方をくらました数年たって野草の家を突き止めてみると大層な金持ちになっている 婆さんが泣きつくと毎月30円ずつくれたが後に手を合わして50円にしてもらったどうして金持ちになったのかばあさんは知らなかったが野草が死んだので今のかみさんに会って事情を聞いてみると野草は働いて金を稼いでいたのではない 何もしないで毎月1000円ずつ金が入ってくるのである家の中をひっかき回しても銀行預金というものがあるらしいようには見えないから今にしてはっきりしたがその毎月の1000円は浅虫家から出ていたものにそういない今の神さんは彼が死ぬまで浅虫家のことは知らなかったが 繊細のばあさんには思い当たる節がある。浅虫家の先代は何かで急死したのである。野草は案外口が固くて、大病のこと自殺のことを繊細に漏らしていなかったが、ただならぬ屋敷の様子で何か大きな違和感があることは察せられたのである。 毎月千円という大金を五年間も揺すっていたとは驚くべきこと。いかに先方が大金持ちにしても、よほどの秘密にそういない。それほどの大秘密を握っている人物を生かしておきたくはないから、これは殺されたと見るのが正しいようだ。この秘密は先代の旧止に関係していることだから、 その秘密を出入りの医者が握っているのは当然のこと。そこで秘密を握っている二人が、自分一人でうまい汁を吸いたいのは人情であるから、二人で殺し合いをしたようにも考えられるが、浅虫家の立場から考えてみると、二人一緒に殺してしまえば、永久に秘密の漏れることがなくなるのだから、 二人を殺してしまいたいのは、さらに必死な願望であるに相違ない。野草の長男はちょっとさい走ったあんちゃんで、人間と一緒に三つ四つ崖の石が崩れて落ちたのはおかしい。新古細工の崖じゃあるまいし、人間が多少喧嘩殴りっ子をしたところで地震が起こりやしまいし、 ポチトラは扉から崖を見ればわかるアサムシ家の崖は念入りの石組人間が足を滑らしたって石が一緒に崩れるような細工じゃないこれはそこへ登ると落ちるように仕組んだものがあったに違いないと睨んだそこで三人警察へ乗り込んだのであった しかし、よくまあ、憎い二人を一緒に揃えて、あつらい向きに仕掛けの石の上へ乗せることができたものだなあ。と、警官は笑って。お前の父は浅虫家をゆすっていた悪者ではないか。よくまあ、恐れ気もなくそんなことが言って出られたものだ。その話ぶりじゃ、ゆすられている浅虫家が大悪者で、ゆするのが当然というようじゃないか。 と、冷やかされて追い返された。そこで、野草の長男は考えた。うん、警察の奴はうまいこと教えてくれた。犯人なんぞを踏んづかまえても一文にもなりゃしないが、浅虫家の秘密を握れば、毎月千円には確かになる。こんな大儲けは、闘魂他に起っこっているものか。 ちょっとは元手がかかったって、秘密を握れば閉めたもの。五年前に雇い人が暇をもらったというから、それを探して聞いて回ると、必ず何かがつかめるだろう。全部はつかめなくとも、野草の子供と名乗れば、若干匂わすだけで、先方は震え上がって千両を包むはず。やつめ、こう悪知恵をめぐらした。 そこで母の記憶をたどり、横浜のお月丼、江原郡矢口村のお金丼、浅虫家の故郷から来ている何々丼何子ちゃんというのを手がかりに、雲を掴むような捜査を始めた。ロ銀を苦面しては東本清掃。よほど悪知恵にたけ、手腕にたけているらしく、十日も経つと、 何となく秘密のアウトラインを探り出してしまった。浅虫家の先代は、雷病を苦に病んで、発狂して自殺した。それを普通の病死と称して世間を誤魔化したのは、花田医師の助力である。さすれば花田が揺すっていたのは当然のこと。ますますもって、父と花田は、 浅虫家によって暴殺されたに相違ないこの殺人の証拠を握れば毎月1000円どころの段ではない浅虫家の往診代を半分もらうのもお安いことだ実に大運が降って湧いてくれたと北添えみさらに殺人の証拠を握るべく努力しようと思ったが これは素人が外部から覗いただけではとてもどうなるものでもない。ええー、当たって砕けろと、浅虫家へ乗り込み、わめき立てると、未亡人はきっと制して。花田さんとお前の父子を当家の者が殺したとは、何を証拠にお言い依い。無礼のことを申すと、その分にはしておきませぬぞ。証拠と言われるとぐっと詰まって、 こればっかりはどうにも言い返してやれないから。ええ、畜生名。何が証拠がいるもんか。雷病闇の血筋の秘密を握られて、二人の男を殺したと言いふらしてやるから、覚えてやがれ。なるほど。当家は雷病の筋には違いないが、人殺しと言われては勘弁なりませぬ。出るところへ出て、もう一度同じことを申してごらん。雷病は当家の逃れ難い運命。 それは覚悟いたしているから恐れはせぬが、人殺しと言われてそのままに済まされぬ。訴えて出るから、さあ、一緒においで。っ <laughs>、バカめ。誰が警察なんぞへ出向いていられるか。雷病は当家の筋だとはっきり言ったな。その言葉を忘れやしめ。明日から日本中駆け回ってアき散らし言い立ててやるから、覚えてやがれ。待ちなさい。 未亡人は静かにいして。お前の父にはその口封じに月々千円のお金をあげていたが、お前がその秘密を守ってくれるなら、お前にも父と同じことはしてあげよう。秘密は守ってくれるだろうね。鼻からそう出てくれるなら、何も余計な口は動かしませんや。口は案外硬い方で。と千円もらって懐に入れ。 門を出るところを警官に捕らえられた。この警官は、彼が警察へ三人連れで押しかけてきたのを見覚えていたから、はて、何か悪事を企んでいるのではないかと尋問し、懐を調べると、手の切れるような札束で宣言。さてはと書へ引っ立てた。なに、ゆすりたかりなんぞするもんですか。 もらってきた金でさ。嘘だと思ったら、朝虫さんへ聞いてくださいな。朝虫家へ問い合わせると、いかにもくれてやった金。決してゆすりたかりではありませんという返事。そこで、これは怪しい。何かあるなと、帰って警察の第六感を刺激してしまった。そういえば、 かねて野草の長男が言った通り、あの崖から足を踏み滑らしたにしては、たかが格闘ぐらいで、地震ではあるまいし、石が同時に三つ四つ落ちたというのは下せないことである。一つ探りを入れてみようということになった。相手が大火であるから、 うっかり間違えると取り返しがつかない。書の方から結城新十郎に応援を頼んだ。新十郎の一行は崖の上下を綿密に調べたが、崖の石が四つ崩れて落ちている。その他の石には影響がなく、他に崩れそうな石は一つもない。歌人をはじめ、 関係者すべて一人一人調べてみると、浅虫家の風変わりな内容、雷病の筋のこと、先代の教師のこともすべて判明した。まことに気の毒な家族であるが、人殺しの容疑とあれば仕方がない。新十郎は取り調べが一段落すると浮かない顔。 刑事に分かれて例の一行4人だけになると馬を巡らせて区役所へと向かう彼がそこで調べたのは5年前まで浅虫家にいた使用人たちの原石であった私はこれから5年前の飯使いを一つ一つ訪ねて回らなければなりませんがあなた方はそんなことに興味はお持ちにならないでしょうね トラノスケは馬鹿らしそうにそんなことが今回の殺人事件に何か関係がありますかさあそれは分かりませんしかし今回の事件でしたら2人がどんな方法で誰に殺されたかだいぶ当たりはついていますだがこの事件に至っている大体の秘密が知りたいのです 何しろ秘密を握っていた二人の人は死んでしまったのですから。そして今我々にわかっていることは殺人動機として十分頷けるものですが、しかし多分こうだろうと人々が推測しているだけのことにすぎません。当時ここにいた人は今は一人もいないのです。しかし何が出てくるにしても、人の心を明るくしてくれることは出てくるはずはありますまいよ。 うーん、ご警官。まずそこから当たり始めるのが順序でです。四つ丸も地区と同行いたしましょう。と、花の矢が最もらしく宇う宙うなずくから、虎之助も負けていられない。何馬鹿なと言いながらも、手順を略して土地を踏んでは侵害であるから、そこで三人連れが旅行することになった。 昔の女中たちの話からはほとんど今までに分かっている程度のことしか知ることができない7人いた女中のうち全部は回らなかったが4人にはあった当時男の使用人は3人いた野草の他には植木屋が1人、俥夫が1人 これだけが邸内に宿をもらっていたのであるが、ャフも植木屋も今は行方が知れないのである。女中たちの証言で特に異様なことが一つあった。新十郎は必ずこう聞くのである。奥様と娘の吉子さんは、毎月どれぐらいの買い物をなさるのだね。 はあ、よくは存じませんが、時に一軒の店から五千円、一万円などと莫大なものがあったようです。それはまあ、貴金属類でございます。その付けに書いてある半分ぐらいが万引きの品なんだね。はあ奥様と菊子さんが万引きなさった品物のことさ。はあ、万引きでございますか あの大家の奥様お嬢様が万引きなさるはずはございませんでしょうが。ほう。東京では、浅虫の奥様お嬢様の万引きといえば、かなり知れている事実なのだが。いえ、そんなこと聞いたことがありません。そのはずがないではありませんか。今までの四人の女は、来のことはしぶしぶ肯定しても、万引きのことは、 必ず否定するのであった「女の方の調べは終わってあとは二人の男であるがどうにも行方の知りようがない」「俥夫の方は東京で朦朧でもやっているのか天で故郷へ寄りつかないからどこにいるか分からないが暇をもらった当座は 何でも貯めた小金で居酒屋のような店を持ったが自分が飲み潰して失敗したという話である退職金にもらった金が女中でも千円以下ではないから男は相当もらったはずで小さな店を開くには十分だったに相違ないしかし彼が店を開いて失敗しても その後歯科を揺すっていないところを見ると彼も女中並みの秘密を知るだけで直接死体の後始末などには携わらないようである彼は浅虫家の小作人の子供であるがその家の者は顔をしかめて「あの野郎は三人兄弟の末っ子ですが何しろ雪国の野郎は大酒飲みで」 生じ小金をもらったのが帰っていけなかったようですよ。三年前までは盆になると戻ってきて、景気の良さそうなことを言っていましたが、店を潰してからは手紙一本よこしません。恥さらしをやらなきゃよいがと心配しているのです。年はいくつだね今年は四十になりやがったはずです。女房子供五人家族ですから、 妻子が哀れですよ。女房はこの村から出た女ですが、割としっかり者で、何でも貧民窟のようなところで内職して、子供だけは育てているそうですが、困ったものです。すると、離縁したのかねい,いえ、時々金をせびりに行きやがるそうで、十銭二十銭の血と汗の銭をせびって消えて行きやがるそうです。 女房の実家で聞いてみても同じ程度のことしかわからなかった。植木屋の行方の方はさらに雲を掴むようなものである。彼の生まれは秋田であった。三人はそういう遠路まで出向いたのである。彼の故郷の家人は頭をかいて、どうも、 あの野郎の行方は全くわかりません。元はここの殿様のお屋敷の植木職の親方のところへ13の時から住み込んだのですが、21にの頃、浅虫様へ親方からの紹介で住み替えたのです。5、6年勤めましたがね、別に女房をもらったような話も聞きません。こっちからあの野郎のところへ頼りを出したら、先日暇を取って出たという話で、 それから五年になりますが、どこにいるとも言ってきません。一人身で気軽のせいでしょうが、しかしもう三十一にのはず。どこで何をしていやがるか、さっぱり心当たりがありません。どうにもしようがない。それでもシャフと違って親方の住所がわかるから、東京へ戻って親方のところも聞いてみた。 親方も頭をかいてへえどうもあの野郎は出来損ないでどこで何をして嫌がるか行方が分かりません職人の腕は良いのですが腕に任せてよその職人が借り込んだばかりの庭木を頼まれもせずに乗り込んでちょいと手を入れてくるような出過ぎた生意気野郎でそれが面白いというお方もありましたがそういうやつですから 若造のくせに一発名人気取りで花持ちのならないところもありましたそれがために身をなくしているのかもしれませんやどうにもわからない新十郎は残った女の居所を手り東大元暮らし、神楽坂で商家の嫁になっている二十五の常という女を訪ねたちょっと渋川の向けた女であった 私は新聞を見て、さてはと思っていました。と、今までの女と打って変わっておしゃべり好きの女らしい。思い当たることがあるかね思い当たる段ではありません。どうしてあれが忘れられるものですかおのぶさんという三十五の人と、私が奥の女中でしたが、まだ春先の午後三時頃というのに、奥で通しめる音がしますから行ってみますと、 戸をしめていらっしゃるのは奥様で、お嬢様が廊下に見張りのように立っていらっしゃるのです。お嬢様は私を睨みつけて、花田先生に来ていただくようにとおっしゃるのですよ。花田先生をお連れしますと、呼ぶまでは誰も来てはいけないというきついご命令で、夕飯も召し上がらず、真夜中の十二時まではひっそりと物音もありませんでした。 夜中に私どもが一室に呼び集められて、旦那様は来病を苦に気をしなさったが、必ず単音してくれるな。一同には暇をやるから、葬式が済んだら引き取るようにと、怠慢のお金を下さいました。死体の始末に手伝った者はいないかね。女中は一人も奥の部屋へは召されませんでしたが、下男の野草さんと植木屋の仁吉さんが、 奥へ召されててずっと出てきませんでした車夫の馬吉は棺桶を運んできましたが運んできて廊下まで持って参っただけでこれも手伝ってはおりません正様和也様はまだ子供ですからこれも奥からは締め出されて女中のたまりへいらして心配そうに奥の気配を気にしていらっしゃいましたよ下男と植木屋はどういう御用があったのかずっと葬式の終わるまで姿を見せませんでしたが 秘密が漏れるといけないからでしょうね。私が暇をもらう日になって、その時はもう女中の半分は暇を取ってからですが、野草さんだけひょっこりどこかから戻ってきました。私が暇をもらう時は、まだ植木屋の方は戻りませんでした。下男の野草さんと、お医者の花田さんが揺すっていたのは当然ですとも。旦那様は自殺ではありませんね。 誰かが殺したのです。誰が殺したと思うねそれはわかりません。常は言葉を濁してニヤニヤしたが、私は奥好きの女中ですから存じていますが、お嬢様は妊娠なさっていたのです。ほとんど外出をなさらないお嬢様がですよ。家族の他に男っ気なんてないはずの奥に引っ込んでいらっしゃるお嬢様がね、 これを知っているのはおのぶさんと私だけ。他の女中は知りません。と、常は意味慎重に下り顔をして笑った。三人はすでにおのぶさんなる女中には会っているのであるが、浅虫家の郷里の女で、年は四十。はだ冷静沈黙で、ほとんど何も語らなかったのである。 そのお嬢さんのお腹の子は、どう始末をしたのだね。私が暇をもらうまでは、まだそのままだったと思いますよ。花田先生がついておいでだから、いつでもどうにかなったでしょうとも。胎児の父は誰だと思うかね。思う通り言ってごらん。それはわかりやしません。ですが、奥へ出入りする男といえば、旦那様、お兄様、花田先生。 このお三方の他にはありません。広しさんの男友達は、そんな方は奥へ出入りなさいません。意外なことが分かったが、最も重大な人物、広しは海外に退去し、今や秘密を知る唯一の人物、植木屋の人吉は全く行方が知れない。 こうなると海の外まで追っていくことはできないから、どうしても植木屋を探さなければならないことになった。再び親方を訪れて、どうだろう、仁吉のお友達というのはいないだろうか。それが、それ、先日もお話しいたしましたが、生意気な野郎で名人気取り。仲間を怒らせやがるばかりで、 仲良しなんて一人だっていいやしませんや。色女なら一人ぐらいはいたかもしれませんが、あっちこっち手当たり次第、別にこれという決まった女は少ないようで。あの野郎ばっかりは、こっちで身を固めさせてやろうという気持ちになりませんや。ふんという顔を仕上がるのでね。うちのかかあなんぞ、一度親切に起こしたばかりに、ひどく腹を立てましたよ。 そうかい。それではお将に会わせていただこうではないか。お将は五十絡みのなかなか品の良い女。職人のお将に似合わず、足しなみがあるらしい様子。さあ、人吉の親しい仲間は私も目が届きませんで心当たりがございません。 何しろ同輩よりは一枚も五枚も上のつもりで、ふんという顔をしておりますから、友達はできません。同輩のバカ話の話し相手にも加わりませんから、仁吉がどこで何をしているのやら、何を思っているのやら、それも誰にも分かりやしません。実際腕は良いのだから、まあ仕方がなかろうというわけで、ご近所に今は連絡なさっていますが、元は二百穀取りの武士のお方のお嬢さんが、 しつけもよくよくできた方で、こういうお方なら純吉には向くかもしれないと話をしてみたことがあるのですが、貧乏侍の売れ残りが、生きのいい職人のカカアにもらえるもんですかいという挨拶で、この野郎と、あの時ぐらい腹の立ったことはございません。生意気と申したらありゃしませんでした。しかし、言うだけのことはあって、読み書きなども相当にできましたし、洋楽を勉強しようか、 西洋の植木屋の極意書をちょっと見てやろうか、なんて大きなことを申すような奴でした。浅虫家にいた頃は、ちょいちょい遊びに来ましたか。滅多に参りませんでしたが、たまに来ることはありました。浅虫家から暇を取って後は一度も参りません。どうしても知りようがない。新十郎も処置なしと諦め顔。 もうこれ以上は仕方がありません。三人連れの旅は今日で終わることにいたしましょう。虎之助はだらしなくあくびをして。いやはや。無駄の無駄。莫大の時間とロ銀ンを費やしてネズミ一匹出やしない。新眼の曇る時はそんなもんさ。私は旅に出る前からこうあることがピタリと分かっていたね。 い,いえ、泉山さん、決して無駄ではありません。甚だしく重大なことが分かったではありませんか。聞く子のお妊娠のことだろうが、それぐらいの隠し事は、どこのうちの助手でも必ず噛みつけているものなのさ。それに、仁吉の行方不明が今度分かった重大な二つではありますが、もっと重大なことがあるのです。泉山さんはお忘れですか 未亡人と吉子さんはあの事件が起こるまでは万引きしたことがなかったのですよと新十郎は面白そうにくすくす笑ったそして付け加えたさて明日は皆さんと浅虫家へ参ることにいたしましょう明日がこの事件の最後の日となることでしょうよまだ道知通しと思っているのに 出し抜けの言葉。虎之助と花の矢はしばし呆然。しかし虎之助はやがてうちうなずいて。何のことだい今度の二人殺しの犯人なら、初めから分かってらあな。それは浅虫家の全員さ。それだけじゃ昔の謎が解けていないよ。なあ、新十郎殿。い,いえ。 多分すべての謎の最後の日です。そしておそらく大層陰鬱な日となるでしょうよ。では、さよなら。虎之助の話を聞き終わった海舟。悪ルを取りつつ黙々たること半時間余り。朝食が済んで間もないらしく、虎之助の前には、 持参の竹の包みが散らかっている。その未亡人は、視力、胆力、顕微の女丈夫さ。ことに処して迅速適切、ほとんど誤ったところがない。沈着細心大丈夫といえども、史上にあまたその例を見かけぬほどの豪のものさ。と意外な大事んを呈して一息。来病とあるのは、 事実無根の作り事だ。合病のお名に甘んじても隠さねばならぬ大きな秘密があったのだ。言うまでもなく、浅虫権六は自殺ではなかろう。殺されているのさ。下手人は長男弘し。親殺しの滞在とあれば、来病教師と仮名に傷のつくことを言いふらしても、ひた隠しに隠さなくちゃならねえや。 雷病教師ということをあまりはっきり使用人どもに申し聞かせてあるのが手落ちだが、あの急場に処し,しては最上の分別であったろうさ。利口者の未亡人のことだから、その手打ちには気がついている。親殺しを隠すに雷病の手を用いたが、若干下手に用いすぎたと悟ったから、次にはその雷病を隠すふりをしてみせなくちゃ、親殺しまでばれてしまう。 そこで用いたのが万引きの手さ。過ちを過ちによって隠す。犯罪を犯罪によって隠す。人の自然によくやる手だが、それを逆用しているのさ。実に芸の細かい人だよ。あいにく、花田と野草に秘密を握られたのが運の月だが、いかな達人といえども、下級に迫られて身を処す際には仕方がない。 我一人じゃ手が回らねえや。浅虫家ほどの金持ちなら、ゆすられる金額はアブが止まったほどのこともなかろうが、親殺しの秘密を握られているのが辛いところだ。きッこを花田家の嫁にやって一方の口は塞いでも、野草の口は塞げねえや。どうせ野草を殺すなら、花田も一緒に二人まとめて片付けるのが何よりと見たのは、 この殺人のからくりは和也の写真道楽だ仕掛けを施した崖の上へ2人同時に立たせるには写真を置いて他にはない一万四坪の邸宅だもの崖下から人が知らせに来るまでには仕掛けの後を存分に取り片づけができようというものさ棚心を指すがごとくに ぴたりと謎の数々を解き明かす。海舟の神眼を拝借した虎之助は、夢心地から解き放されて勇気凛々。そう遠くない白金の地へ、芝山内を突っ走って先回りして、新十郎の到着を、挟む家の門前で、今やおしと待っている。にやりにやりと、 実に骨がとろけるほど眠たく心よい時間であった。過ちを過ちによって隠す、犯罪を犯罪によって隠す、人の自然によくやる手だが、それを逆用しているなあこの事件は」と総合を崩し。 口からよだれを垂らして虎之助が言い立てようとするのを新十郎は制して、一度は案内を来い、浅虫家の奥の前へ通る。古田巡査を廊下へ立たせて見張らせ、未亡人と菊子の二人を呼んで相対した新十郎。奥様、土蔵の中へご案内くださいませぬか と、担当直入。未亡人はきっと構えて。いえ、それは愛なりませぬ。人様には見せられぬ秘密の品々がありますから。それはわかっております。ですが、奥様。五年間進歩なさった万引きの品々が見たいと申すのではございませぬ。その品々が収まる前からあったもの。 万引き常習者を装い、その品々を土蔵に積んで、人々の立ち入りを禁じる自然の口実を作って、万人の目から隠さなければならなかったもの。また、この居間で、他のご家族と別に、奥様お嬢様だけで食事なさらなければならなかった理由を持つもの。そう言いながら、新十郎の目は優しく潤んだ。 ご新郎の数々、敬福もいたし、重心よりご同情もいたしております。私どもは警察のものではありませぬ。新十郎はくつろいで見せた。ご統計へ初めて参りました時から、土蔵の中にある人物が五年間生きて暮らしていることは察しがついておりました。わからないのは、 顔の皮を剥がれ、ご主人の身代わりに埋葬されたものは何者かということ。そしてそのようなことが起こったのはなぜかということ。それを突き止めるために、昨日まで若干苦労いたしましたが、ご安心なされません。人吉の行方不明に疑念を起こしているものは、この世に一人もおりませぬ。両親兄弟も親方も、 彼の行方不明を案じてはおりませぬ。また、私どもの捜査については、警察の人々は感知してはおりませぬ。新十郎はますますくつろいで見せた。彼はくすりと笑って。しかし、奥様のご手腕はお見事ですな。私が何より敬福いたしましたのは、 病や万引きのことではありませんこれはまあちょっと知恵のあるものは考えつく手です最大の妙手は仁吉の行方不明を目立たぬように工夫された急所の一手すなわち仁吉も野草同様死体の後始末を手伝ったごとくに見せかけその秘密を守るために当分両名に身を隠させたと見せかけて 葬儀も終わった後になって、ひょっこり野草を帰宅させなさった一手です。同時に、使用人全員一週間内に暇を取らせなさったのが、これに関連する名手でしょうが、さすれば他の使用人は、暇を取る寸前に野草の帰宅を見て、人吉も付け替えるだろうと軽く信じて退散したに決まっております。私どもの調査でも、誰一人、 この点に疑念を抱いている者はおりませんでした。未亡人もこう言われて軽く笑い。その知恵は花田先生が指図してくださったのです。この後始末ではどれぐらい花田先生のお世話になったか知れません。その後も影になり日向になり、当家を守ってくださいましたが、菊子の婚約が整いましたのも、 一つには、菊子を救ってくださるありがたいお志。また一つには、先生の身に万が一のことが起こった場合、若先生に代わって当家を守らせてくださるためのありがたいお志。なぜなら、あなた様がご存知の通り、この土蔵の中には、五年越し日の目を見ることも少なく病気がちの人間が医薬を必要としているからでございます。 未亡人は落ち着いて語り続けた全てお見通しですから今は何を隠しましょうただ当時の切ない事情をお聞き取りくだされませ菊が邸内を商用の折矢庭に踊りかかった陣吉に首を絞められ手ごめにされて身ごもったのでございます一夜菊子が自害して果てようとするのを かねて私が怪しんでおりましたために、事前に察して取り押さえ、ことの次第を知るに至りましたが、父は激怒逆上のあまり、庭先を通りかかった人吉をこの今へ呼び込み、一刀のもとに刺し殺してしまったのです。駆けつけてくださいました花田先生の親切なお指図により、人吉の顔の皮を剥ぎ、来病発狂自殺と見せて葬り、 主人は生きてこの土蔵の中に今も暮らしていることは、お見通しの通りでございます。広ロは生来虚弱のところへ、この秘密の暗さに耐え難く、その切なげな日常を見かねて海外へ送り、彼の地で安穏に生涯を終わらせることに計らいましたのです。奥様、よくお話しくださいました。 新十郎は一礼して立ち上がった。午後三時には警察の者が参って、花田野草亮明を殺した犯人を捕らえることになっております。ですが、それには玄関脇の応接間を拝借させていただくだけでたくさんだろうと思います。私どもは無論のこと、警察の者も再びこの土蔵の前へ立ち寄ることはありますまい。 奥様、末長く万引きをお続けなさいませ。お嬢様が結婚を遊ばすと、一人分の食べ物から余裕を出すのは、ちょっと苦心なさいますな。お気の毒ですが、花田野草二人殺しの犯人、和也さんは捕らえなければなりますまい。新十郎は二人を促し、 深い感動を込めて呆然と見送る二人の万引き常習者を後に外へ出た。母の心、母の苦心を知らなかった和也彼もまた我が家の平和を守ろうとして、実は我が家の守護神まで殺してしまったのです。我が子にも隠し置かねばならなかった秘密があるために生じた悲しい勘違い。 悲しい犠牲者と言うべきでしょうか。新十郎は苦しげに呟いた。殺されたのが殺した奴で、死んだ奴は生きていたかい。海舟は手際よく騙されたのが心よげに笑った。そうかい。新十郎は見て見ぬふりをしてやったのかい。 今や天下にこの秘密を知る者は、新十郎、花の屋に虎之助、並びにこの海舟の四名だが、野草に代わってゆすりを働きそうなのは、海舟がここで口をつぐむと、虎之助はドキリと胸に一発大砲の弾を食らった驚き。わなわなと今にも冷や汗が流れ出そうな不安な面持ち。 何虎にはやれやしねえやな。何一つできないように生まれついているんだな。こう言われてほっと崩れるような安堵の思い。教区奥くあたわざる虎之助であった。